はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日はね、7月のセレクトボックス評価ということで話していきます。で、このボックスの中身見る感じだと、初心者の方におすすめなコイン稼ぎ積むが揃ってるんですけど、でも今月は新積むのキャプテンバズ、キャプテンライトイヤーを狙った方がいいんじゃないのという内容になってますので、よかったら最後まで見てってください。で、セレクトボックスの中身が右側の画像にありまして、マイク&サリー、ホームランプー、イアン、ウマソフィ、MU ランドル、ミセス・インクレディブル、ウォーリー22番、イブ、ダッチス、エリオット、ブーの12種類ですね。で、今回の動画では使い方解説とかではなくって、もう積むの性能と、まあ、このボックスを引くべきかどうかっていう話をしていきます。中身の積むのコイン稼ぎ性能なんですが、まあ、いつも僕がやっている効率検証の表を元に話していきます。はい、こんな感じですね。マイク&サリーが一番強くて、で、まあ、その次のホームランプー、MU ランドール、ウマサフィア22番、イアン。で、一番下の方にブーがいます。で、あとの5体に関しては、まあ、そんなに強くないので、そもそも検証すらしてないんですけど、まあ、イブとかエリオットとかだと、まあ、単純消去系なので、まあ、スキル6だったらブーよりも上になると思います。まあ、とりあえず、ある程度コイン価値ができそうな積むだけは、まあ、昔に検証しているので、まあ、このような結果になります。で、一応比較用としてガジェットが下の方に入ってますね。で、見てみると、もうマイク&サリーが1分効率はダントツで強いです。さらに言うと、マイク&サリーは低スキルでも、まあ、ロングチェーンのやり方、まあ、ブーとかでよくある、まあ、1個前の動画を見ていただけると、スーパーロングチェーンの比較動画とか出してますので、ああいうやり方をするとまあ、こういうなかなかいい時間効率を出すことができます。前サリね、僕は結構好きな方で、まあ低スキルはロングチェーンで稼げるし、スキル高いともうガンガンスキルを回してっていいので、なんか他のペア詰めだとスキルの順番とか考えないといけないんですよね。エルサラとかだとエルサの効果時間中にサラマンダーを使わないといけないとか、ジョー&鏡だってと、まあ、鏡のスキルはずっと温存しといて、女王の効果時間中に鏡を使うとか、割とそのスキルの順番を考えないといけないんですけど、まあ、マイサリの場合だともうガンガン打ちに行っちゃって大丈夫です。まあ、点数を取りに行くんだったら、このサリの大積みを作った後にマイクで縦ラインをぶち込んで点数を取るみたいな考えがあるんですけど、ぶっちゃけコイン稼ぎ、まあ、どっちも同じかな。正直、まあ、コイン稼ぎでもスコア稼ぎでも、もうどっちでもいい。もう大積むサリーのスキル溜まったらロングチェーン繋いでボムキャンしても全然大丈夫ですので、とにかく溜まった方からどんどんスキル使っちゃえばコインが稼げる積むなので、割と好きです。はい、マイク&サリーはもう低スキルでも高スキルでも、まあコイン稼ぎとしてそこそこ優秀な位置にいるので、まあ、このラインナップの中だと当たりと言えると思います。はい。次に効率がいいのがホームランプで、まあ、この積むね、タイミングタップのスキルになるので、一応消去系は消去系なんですけど、その、ホームランを打つタイミングでタップをすると消去量が増える。で、積むなんですけど、まあ、タイミングタップが関係してくるので、コイン稼ぎをずっとしてくってなると、少々面倒。あと、縦ラインっていう名の、その天井の範囲がめちゃくちゃ低いので、コブラジャファーとかスタイリッシュクルエラでやってるようなボムキャン繰り越しでスキルを使うっていうのができないので、ちょっと微妙です。微妙。効率自体はいいんだけどね、スキルの演出が短いので。まあ、別に、今回絶対手に入れておきたいっていうほどの性能ではないですね。で、次、MU ランドールなんですけど、まあ、これね、多分時間効率もっと良くなります。周り巻き込む系のスキルなので、うまくロングチェーンがたくさんできれば、時間効率はもっともっと良くなるんですけど、実際かなりいいしね。1800どころか、まあ、2000絶対超えるくらいの性能はあると思うんですけど、このスキルね、めちゃくちゃ難しいので、感覚がバグるんだよね。頭の中バグっちゃう。506体いる中でトップ3に入る難しさだと思います。本当にむずい。ブルーフェアリーと MU ランドール、もうここ2体は僕ズバ抜けで難しいと思うから、このスキルがね。実際そこまで考えなくても
まあ、消せるし、まあ、タイムボム狙いとかもできる積むなんだけど、ちゃんとやろうとするとかなり難しい積むなので、まあ、ポテンシャル自体は結構高いけど、それを使いこなすには相当、まあ、努力というか、やり込みが必要だと思うので、まあ、ポテンシャルを活かしきれる人が少ないと思います。まあ、言ったらこれも別に持ってても持ってなくてもどっちでもいいって感じですね。まあ、その下のウマソフィアと22番は本当に単純消去系になるので、別に普通くらいですね。特に言うことなし。はい、次にイアンですね。イアンはね、まあ多分今回のセレクトボックス入ったことで、多分めちゃくちゃ色々言われると思うんですけど、低スキルで最強とか、そんな感じで言われるとは思うんですけど、僕の中ではね、かなり評価低くて、まあ効率見てもらえればわかるけど、時間効率がかなり低いんだよね。平均枚数は多いんですよ。平均、まあ、スキル6で7700とか、スキル3とか、まあ、2とか3でも、ワンプレイで多分8000枚とか、まあ、本当にうまくいくと1万枚とか、スキル2とか3でね、いけるような積むなんですけど、まあ、とにかく時間効率があんま良くないんですよね。時間効率が良くないのと、スキルレベル上げても、その、性能がほぼ変わんないので、まあ、上げる意味がない。という感じで、まあ、かなり評価は低めです。で、スキル6のところ、ひたすら重ねがけってあるんですけど、これ、コイン効率を意識した使い方になります。ワンプレイの枚数じゃなくて、もうスキルが溜まった時点で、どん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 下消去。このスキルを1回使うと、まあ、2分の1になるか、2倍になるか、大きさがね。なって、その、積むの大きさが変化してるうちにもう一回スキルを使うと、まあ、下消去を挟むんですけど、この下消去をもう早くガンガン打って、まあ、時間効率良くしようねっていうやり方、うん、そのやり方でやって1分効率1400しかないのでまあ全然ですね、全然強くないです。まあ、下見るともうイアンスキル2スキル3がすぐそばにいるので、本当にスキルレベルごとの性能差っていうのがほぼない。逆に言えばね、スキル上げる必要がないっていう分いいかもしれないけど、うん、その低スキルスキル2とか3でも特別飛び抜けた強さっていうのがないので、1分効率もガジェットとそんな変わんないし、ね、これがね、1分効率スキル2とか3で、まあ、1600、1700くらいあったらかなりいい積むだなって思うんですけど、そんなに良くもないので、別にそんな高い評価するほどでもないなと僕は思ってます。で、最後にブーですね。まあ、ロングチェーンのやり方でしか、コイン稼ぎはできないので、これスキル1でもスキル6でも変わんないと思います。ワンプレイで大積むサリーのロングチェーンを2回繋ぐことで、まあ、コイン平均だいたい2000枚ぐらい。ロングチェーン1回だと、2000コインってほぼ届かなくて、2000コイン届かそうとすると200チェーンくらい繋がないといけないんだよね。ただ、200チェーンってなると、毎積む40個必要になるので、さすがに40個揃えるのはほぼ無理だから、ほぼ無理。普通にロングチェーン2回やった方がコイン数は伸びますね。そこそこ毎積む良ければ120消去2回くらいで2500コインくらい入るので、まあ、そっちの方がいいです。はい、ということで、セレクト積むのコイン稼ぎ性能はこんなもので、で、最初に言った今月はキャプテンバズ、キャプテンライトイヤーがいるから、まあ、そっち狙いに行った方がいいということで、まあ、キャプテンバズのコイン稼ぎ性能も含めるとはい、こんな感じになります。キャプテンライトイヤーのスキル6がもうダントツでトップですね。1分効率3356。で、まあ、これ、コイン平均が9500ってなってるので、まあ、かなり上です。もう、マイク&サリーとも1000枚近く1分あたりで出るので、もうダントツ。で、キャプテンライトイヤーのスキル4で2100ということで、もうマイサリーの次になります。ただ、キャプテンライトイヤースキル3だと、まあ、1248しかないので、まあ、スキル3だとまだまだ、まあ、それでもね、ガジェットより強いし、さっき言ってた低スキルでも使えるマイク&サリーイアンとかと同じ時間効率くらいはあるので、別に今回のセレクト、その初心者の方がマイサリとかイアンとかブー狙うよりかは、ここを、ま、ぐっと本当にこらえて、
キャプテンライトイヤーとりあえず取りに行った方がいい気はするんだよね。だってスキル4、まあ使いこなせるかどうかは、まあ、結局慣れ次第なところではあるので、一応キャプテンライトイヤースキル4になればやっぱ効率は上がるから、イアンよりも断然上だからねスキル4の時点で。マイサリがどこまで上がるかわかんないけど、まあ、とりあえず僕がやってみたらスキル4でここまで上がったので、まあ、他のスキルマックスのツムをだいぶ追い抜く形にはなるから、絶対こっち取った方がいいと思うんだよね、初心者の方でも。まあもちろんそのコイン稼ぎズムが複数体欲しいって言うんだったら、イアンとかマイサリブーも狙いに行った方がいいけど、まあとりあえず1体強いコイン稼ぎズムが欲しいってなったら、キャプテンライトイヤー狙っていいんじゃないかなって気はしますね。で、今回のセレクトボックスについて簡単なまとめなんですけど、まあスコア面でいくと、まあ、イアン、マイカンダサリー、MU ランド、なんかテーマパークみたいになっちゃったけど、まあ、ここ3体がスキルまで、スキルマックスね。で、5000万以上狙えますね。一応僕が、イアンで6000万くらいだっけな。確かね、裏で6000万以上出してたけど、動画では多分上げてないかも。で、マイカンダサリーが5000万。MU ランドールね、僕5000万は確か動画には出したっけ、出してないっけ、ちょっと覚えてないんだけど、まあ、とりあえず狙います。で、まあ、マイカンとサリーはタイムボムが出せないので、もう頑張っても5000万ぐらいですね。で、イアンとエミューランドールに関してはタイムボム狙えるツムなので、もっと点数出ます。出してる人は1億まで出してますね。まあ、それでも、まあ、この話はね、まあ、ずっと言うんですけど、まあ、このゲームの中にはね、あのウンデレだっていうわけわからん点数取るツムいるので、まあ、その粒さえ持ってれば、まあ、イアンも MU ランドも、スコアとして、スコア稼ぎとして使うことは多分ないと思います。で、コイン稼ぎなんですけど、低スキル、スキル1から3で稼げる粒が多いですね。まあ、ガジェットを超えるような性能。まあ、それがマイカンダサリー、イアン、ブー、ここら辺。まあ、MU ランドルとかももしかしたら超えれるかもしれないけど。ただ、その、イアンとかブーに関しては、その、スキルレベルが上がっても、まあ、ほぼコイン効率、まあ、ワンプレイの枚数とかかな。が、伸びないので、伸びしろがなさすぎます。なので、まあ、ブー、イアンに関しては、もう低スキルの中では比較的に稼げるってだけ。スキル1から3という枠組みの中では、まあ、上位にはいるんですけど、まあ、スキル上がると、どん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 下の方下がっていってしまうので、まあ、そこまでコイン稼ぎとして、まあ、重要ではないかなっていうのが僕の考えですね。まあ、それでも、あの、イアンの低スキルで、ワンプレイ枚数は伸びるツムなので、そこはちょっと唯一性はあるけどね。まあ、他の低スキルでコイン稼ぐツムでいくと、まあ、ジゼルとか、まあ、スキル1ね。ジゼル、アクア、リドルとかだと、やっぱプラスコインのみの方が時間効率良くて、平均2000とか、それくらいって考えると、まあ、スキル2のイアンでいくと、まあ、平均5000、54ありで、うん、まあ、5000とか、まあ、これ、あくまで平均だからね、いい時でやっぱ7000、8000とか取れるツムなので、やっぱワンプレイ枚数だけ見ると、まあ、低スキルの中でかなり伸びるツムではあるので、まあ、それはそれで、まあ、他にはないいいところだと思いますね。まあ、上位2体はちょっと置いといてね、このパイロット力とジョアンと鏡は、ここら辺はもう飛び抜けちゃってるので、平均7000、まあ、スキル2でもここら辺8000、9000、まあ、ジョアンと鏡は無理かな。マイナス補正が痛すぎるので。パイロットルークなんかは上手ければね、もう8000とか9000とか乗ってくると思います。あとは、まあ、さっき言ったけど、タイムボムを狙うやり方、イアンの。まあ、そこ、大きくなった時にタイムボムでガンガン狙っていけば、まあ、タイムボム次第ではもっともっと平均枚数は上がるけど、まあ、スキル6の説明でも言った通り、時間効率まで意識するんであれば、下消去をたくさん打った方がいいね。はい。で、このセレクトボックスの中では、マイクンダサリーが、まあ、低スキルでも、高スキルでも、まあ、コイン稼ぎができるっていう点で強い。はい、最後になりますが、このセレクトボックス引くべきかどうかってところなんですけど、まあ、一応項目2つありまして、大積む生成のスキルを持ってない人は、まあ、引いてもいいかなって気は、します。マイカンダサリーとブーが大積もを生成できるスキルなので、まあイベントとかビンゴのミッションで、まあいつか活躍は来るんじゃないかなと思います。まあブーに関しては限定積むでなく普通にプレミアムボックス常駐の積むなので、まあ
ボックス引いてればいつかは出ますけど、あと言ったら別にそのイベントとかビンゴで絶対に必要ってほどでもないです。そんな大積むワンプレイで、ワンプレイだよ、ワンプレイで100個消せとか、そんなもうピンポイントの活躍できるミッションっていうのがないので、大積むもせいぜいワンプレイで10個とか、まあ合計でなんか200個とか確かあったと思うんですけど、別に合計だからそんな焦らなくてもできるしね、そういうミッションって。もう本当にワンプレイで大積む何個とかピンポイントの活躍があれば、マイカンダサリーブは活躍するんですけど、ミッションとかで。別に今のところそういう、難しいミッションはないので、別にいてもいなくてもどっちでもいい。まあいたらいたでちょっと便利かなくらいです。で、あとは、まあ、初心者の方とかかな？ガジェットでコイン稼ぎをしている人は、まあ、このセレクトボックスのマイク&サリーとかイアン、ここを引けたら、まあ、コイン効率は上がると思います。ガジェットよりかは、マイク&サリーとかイアンのスキル1、2、3の方がコイン効率はいいので、まあ、コイン稼ぐスピード自体は少し良くなる。ですけど、まあ、途中でも言ったけど、今月7月の新積むのバズがいるので、キャプテンライトイヤー。あとのこと考えるんだったらこっちの方がいいね。あとって言っても多分このセレクトボックス終わったら、キャプテンバズとかの、ね、確率アップが来ると思うので、うん、僕だったらそっち。だってこっちの方が強いもん、普通に考えて。まあ、コレクション目的とか全く省いてね、コインをもうがっつり稼ぎたいっていう人だったら、もうキャプテンバズの方がいいと思います。というわけで、まあ、今回のセレクトボックスの積む、引けなくてもそんなに困ることないと思います。まあ、僕もサブアカウントの方で、イベントとかビンゴで、まあ、大積む生成、大積む何個消せっていうやつで、まあ、マイク&サリーとかね、ブー使ったことはあるけど、まあ、確かに便利っちゃ便利なんですけど、あくまでそれって時間がないからちゃちゃっと終わらせたいっていう理由なだけで、僕サブアカウントだからね、そのメインアカウントのイベントをやりつつ、サブアカウントも倍やらなきゃいけないので、もうイベントを早く終わらせたいっていう理由じゃなければ、別にコイン稼ぎしながら大積むのミッションだってできると思うので、別に引けなくても困らないと思います。イアンだっていてもいなくてもそんな変わらんしね、実際使ってないし僕。サブアカでもメインアカウントでも全く使ってない積むだし、ホムプーもウマソフィア、MU、ミセス、どの積むも別に使ってないので、さっき言ったようにマイサリとブーは、まあ、イベントの関係で使ったことはあるんだけど、それ以外はないかな。まあ、なので、まあ、僕の評価の中では別に今回のセレクトボックスはあえてスルーしてキャプテンバズを狙いに行った方がいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今日の動画はこれで終わりですね。まあこれはいつも言ってるんですけど、まああくまで僕の評価をしてるだけなので、まあこの中で、まあ、コレクション目的をしたいとか気になったツムがいる、使ってみたいツムがいるっていうんであれば全然引いていいと思いますので、ちょっと僕の意見というかね、考えだけを鵜呑みにしないようにだけ気をつけてください。では、ありがとうございました。バイバイ。